はい、これから文章を入れていきます。文字を入れていきます。追加ボタンをクリックします。で、テキストがありますので、そこから選んでいくということですね。まあ、例えばサイトタイトルとか、サイトタイトルをこうやって持っていきます。で、移動もいろいろできます。で、そこに文章を入れていきます。テキストを編集。で、ここに、まあ、僕の名前を入れるとか。で、まあ、太文字に変えれたりとか、斜めにできたりとか、斜線を入れたりとかですね、文字の色を変えたりできます。ですね。で、他にも、まあ、いろいろ変えれるんですけど、背景色を変えたりとかですね。まあ、ダサすぎますけど、はい。まあ、サイズを変えれたりとかですね。あと、リンク入れたりもできますし、いろんなことができます。配置。こういうのをいろいろできたりしますので、ぜひいろいろ見てみてください。文字をここで変えることができます。以上です。ありがとうございます。